身長ビヨーン医師学科生成経営科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長でお知らせ方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのはですね、超大人気シリーズ身長先生日記の25番目ということで、ありがとうございます。本当にね、皆さんのおかげで続いております。皆さんもしですね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。現在ですね、スケジュールといたしましては25でいただいた質問に関して言うと、身長先生聞けの30番目で答える予定となっております。今回の25は身長先生聞けの20番目の動画のですね、コメント欄からピックアップしております。現在私の方で確認させていただくとですね、身長先生聞けの20番は248項のですね、コメントいただいてますので、ピックアップして答えさせていただいております。それですね、準備よろしいでしょうか。まずですね、16番さんってことで、身長が一度止まったら伸びることはありますかってことですね。この質問超よく受けるんですけども、結論から言うと、基本的に身長が一度止まったら伸びないって表現で正しいと思います。基本的には昨年伸びた身長伸びの半分半分半分という感じですね。思春期の後半になってくると伸び率が落ちていくわけになりますので、一般的には一度止まると伸びないということになります。ただし一方で、皆さんの方でコメントとしていただく内容として多いのは、スポーツをすごく一生懸命やっていて、部活をやめたらちょっと伸びたっていう話はしばしお見受けします。で、それは何が起きている可能性があるか、非常にエビデンスレベルの高い説明で難しいんですけども、唯一可能性が考えられるとしたら、スポーツすごく激しくすると栄養素が欠乏しますので、部活をやめることによって栄養状態改善して身長が伸びるってことはあり得るのかなというふうには思ったりもしています。実際まで私の方で見させていただいてでも、運動をですね、結構ハイパーにやってる方だと栄養が欠乏している傾向があるのは事実のように思いますので、そういった可能性があるでしょうと。あともう一つの見解としては、1年あたりの成長率がですね、1センチとか2センチとかいう最終身長ですね、限りなく近づいてくると、日内変動が1からですね、だいたい3センチ程度あるわけですので、日内変動の方が成長率よりもですね、変動率が高くなってしまうと、一度止まったのにですね、また身長が伸びているというふうにですね、測定されることはあるように思いますけど、いかがでしょうか。はい、じゃあ次ですね、 R さん、グラフがどんどん右に行っているということは、最終身長が高くなっているってことですかねってことですね。グラフ、つまりなんですけど、私の方で成長シートの方ですね、皆さんに配布しておりますけど、こちらはですね、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになります。皆さんもし欲しければですね、 LINE の方にですね、このチャンネルの登録のスクショをですね、送っていただくと、こちらの成長シートをお渡ししております。こちらのシートはですね、真下に行くと最終身長が大体の予測がつくんですけども、ここ右に行っているということで、どういうことでしょうってことなんですけども、結論から言うと、最終身長が高くなっているというふうに、基本的には理解していただいて大丈夫です。基本的には右に行けば行くほど身長が高くなる。ただし、注意が必要なのは、思春期のちょっと前の方ですごく大きく右にシフトするタイプっていうのは、早熟傾向が強い印象になりますので、その後大きく左に乗ってくる可能性があるので、注意が必要になります。目安としてはなんですけども、男の子であれば10歳未満で右に行ってるのは OK。14歳以降、思春期後半で右に行ってる分も、最終身長が高くなる傾向が強いというふうに言えると思います。ただし一方で、その間ですよね、10歳から12歳ぐらいまで、思春期が始まるか始まらないかような時期で大きく右にシフトしているタイプの方の場合ですと、早熟結構強くて、後で左に折り返してしまうケースもありますので、注意が必要になります。女の子の場合も同様で、8歳未満ぐらいだとね、全然右にどんどん行けば行くほどいいかなっていうところなんですけど、8歳、9歳、10歳ぐらいでね、こう大きく右にグーッと行く場合だと、早熟であったり、早発であったりするケースもありますので、注意が必要になりますけど、参考になりますでしょう。はい、次ですね、K さんで、ずっと気になっていたんですが、身長サプリメントを飲むか、成長に効くプロテインを飲むのか、どちらがいいでしょうか、採用お願いしますってことで、この質問で結構面白いんですけども、身長のサプリメントと成長に効くプロテインってね、ちょっとね、表現が違うんですけども、ここで、難しいなってところで、この表現だけど、どっちがいいってことをお伝えするのは難しいですね。ただ、身長サプリメントに関して言うと、おすすめのサプリメントは何ですかというね、質問を受ければ、私の場合ですと、再欠乏、欠乏している栄養素をですね、補充することが最も適切でしょうというふうなお答えになるかなというふうに思います。プロテイン自体はね、私個人的には、タンパク質の摂取が、ね、多ければ、一応いいというふうにね、考えていいかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。で、次ですね、N さん。私は今、高1で身長163です。中学校の頃に10センチありました。今から身長伸びますかってことですけどね。伸びますってことですね。16歳0ヶ月か大体ですね、男性の場合では1センチから、2センチ弱程度ですね、身長が伸びることが期待できるというふうに考えていいでしょう。はい、次ですね、パイさん。寝る時間を毎日揃えることで、睡眠の質が良くなり、身長伸びにつながりますか？なります。これはほぼ間違いなく言えることだと思います。やはり生活習慣を整える上において、睡眠時間を揃えていただくというのは、最終身長ですね、改善にもつながるというふうに考えて、間違いないと思います。
思います。次 T さん、指が数ヶ月でめちゃくちゃ伸びたんですが、指の伸びは身長伸びに関係はありますかってことです。一般論で言えばあんまり関係ないでしょうというふうに表現いいんですけども、医学的なお話をさせていただくと、指も骨端線があるので、そういったのを確認しながらですね、骨年齢とかを判定する、そういった意味では少しは何かしらの関係はあるというふうに考えられると思いますし、最終的な手の大きさっていうのはその人の身長とある程度相関関係があると思いますね。手は小さいよりも大きい方がいいというふうな表現もできると思います。はい、次ですね、テフさん、コラーゲンのサプリを飲んでいるんですが身長伸びますかってことで、どうでしょうね。コラーゲンに関して言うと分解されてしまってほとんどねサプリメントとして吸収されないって説もありますし、とはいえですね、たくさんですね、まあ、サプリもありますので少しはいいでしょうというような表現がね正しいと思いますけど、いかがでしょうか。はい、次 K さんですね、朝のカフェイン摂取は身長に影響ありますかってことで、身長にめちゃくちゃいいかって言われると何とも言えないんですけども、幾分がいいかもしれませんね。確かダルビッシュ選手とかは朝カフェインを飲んで体を活気づけるなんていうねお話を聞いたことありますけども、ただまあ私の方ですごく推奨する内容というわけではないと思います。はい、次 U さんですね、質問で、成長ホルモンを注射で投与する方法はよく聞くのですが、舌下投与型スプレーなんていうのがあるらしいです。実際効果があるのか真相は分かりません、少し気になって質問させてもらいます、ぜひよろしくお願いしますということで、医学書的な解説を言えば注射しか効果ないというふうに言われています。それはどうしてかというと、これ舌下スプレーとかだと、まあ、分解されてしまって効果が出ないなんていうふうに言われています。ただしそういった商品も世の中にあるのは事実なので、それらの商品は何かしらのエビデンス、何かしらの理由を持って効果があるでしょうということで商品を開発してるわけなので、製品メーカーの先の意見もね聞いてみたいなというふうに思ってます。ただし注射型でやるのが一般的というふうに考えられます。はい、ユウさんですね、 GPC はいいですか、光合成見たことあります。アルファ GPC ですね、こちらもなんかあの成長ホルモン分泌をこう促す物質ってことで、アルギニンのようなタイプのものですよね。なのでこれに関して言うと悪くはないでしょうみたいな表現になってきて、短期的なデータで見れば少しいいでしょうみたいなところで、長期的に見た時にですね、すごく身長伸ばす働きがあるかというとクエスチョンということになると思うんですけど、飲んじゃダメってことはないと思います。ただし結構高額な商品が多いと思いますので無理しないようにというか、そんな感じかな。はい、次 J さんですね、1日立ちっぱなしは身長伸びますか、運動にカウントされますか。これどうでしょうね、難しいですね。まあこれも何か研究がされてる内容ではないので本当に難しいんですけども、今回は運動にはカウントしません。運動はねもう少しアクティビティの高いものを指すというふうな表現でいいでしょう。第二次成長期いつ頃始まるんですかね。骨に縦の負荷をかけると背が伸びるっていうのは本当でしょうか。